皆さんこんにちは、今日はですね皮むき器ピーラーをご紹介します。これをね使ってからね半年ぐらい経つんですけど、かなりお気に入りのピーラーになります。動画の終わりにおまけレシピもありますので最後までよろしくお願いします。これまでですね、T 字型の T の字 の皮むき器しか使ったことがなかったんですが、ネットでちょっとこういうの発見しまして、これ両方向に向けるんですね。まずこれびっくりしました。 T の字型のやつは、手前に引くときしか向けないんですけど、これは手前に向いても、向こう側にやっても向けるんですね。であとこのじゃがいもを向くとき、これがね普通の包丁のように向けるんです。これリンゴを向くときも普通の包丁みたいに向けますね。これ本当に、であとね切れ味がねいいんですね。でびっくりしたのがこれ刃がこれ両刃になってるんですけど、これ本当にすごくよく切れて、であと剥ける皮の幅が薄いんですね。であとこの細かいところなんですけど、この引っかかるこう曲がってるところですね、ここがねすごく気に入ってます。ひょいっと引っ掛けて使うときにすぐ取れるような。でここにじゃがいもの芽を取るところがついてますね。きゅうりもねこんな感じで皮が薄く剥けます。時々ね分厚く剥けちゃうやつもあるんですけど、これは本当にかなり薄いです。あとびっくりしたのがこれ替え刃ができるんですね。これ取れちゃうんですよ。で刃だけ替えれるようになってます。これはちょっとびっくりしました。でもであと一番気に入った点はこのささがきごぼうが簡単にできることですね。この包丁だと結構難しいんですけど、これ初心者でも全然簡単です。で力を入れずに軽くやるだけでささがきごぼうができてしまいます。これも永遠になんかやってられそうな、そんな感じがしませんか。ストレス発散になりそうですね。これはで、大根のおでんとか作る時の大根をこう角を面取りする時、普通のピーラーもできますけど、包丁持ってる感じでできるのは結構これもお気に入りの点です。あと人参も結構これ人参の皮も薄いんで、普通のピーラーだと分厚く剥けちゃうのでなんかすごくもったいないような気がしたんですけど、このピーラーだと剥け方が薄いので、罪悪感なく使えます。で一気にやらずにこれ半分ずつ剥くのが人参を剥く時のコツですね。
でこの人参ですけど、シチューとかあとステーキの付け合わせにするのグラッセとか作るときにこのシャトーに剥くんですけど、その時のあのやっぱり面取りとかこれやるときは やりやすいですね。あの普通の T の字のあの面取りだとちょっとやりにくいんですけど、これだと軽くできます。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあ次回もよろしくね。最後のおまけレシピもありますのでよろしくね。じゃあバイバイ。今回ご紹介するのは合わせ薬味醤油です。分量はこんな感じですね。作り方はあの調味料とあと薬味を、混ぜるだけ。あの瓶とかあの大きいタッパーに入れて、で常温でこれ保存できますので、で使い道はですね、お刺身が多いですね。マグロとかブリとかカツオとか結構脂のあるあの癖の強いお魚に合います。あとね、豆腐冷ややっことかにかけても美味しいです。あと馬肉ですね、馬刺しとか、あと家で食べることはあるかどうかわかんないですけど、クジラ、ここら辺が合うと思います。また動画とかで出てくるかもしれませんので試してみてください。ではまた次回。